郷亮平です。そして郷空です。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで前回前々回というか、まあ前の撮影、普段スラッカーを使ってる、大久保くんにスラッカー以外のグローブとかミットをね、はい、レビューしてもらうプラスちょっと僕が、使ってなかったグローブとかミット、まあ最近ね僕自身がちょっと動画に出る、プレイで出ることもないので、はい、皆さんにミットをお見せできてないっていう点も含めて、今回ちょっと前の撮影からシリーズでちょっと続けて、紹介の方させてもらってるんですけども、逆に僕が今は草野球に持ってっているグローブ、はい、一軍のミットって言ったらいいのかな、をちょっと今度、この回は大久保くんに、はい、レビューしてもらって、まあ、スラッカー以外どうなんだ、はい、っていうところと、まあ、あとは最後にねちょっとクリッチに、来てもらって、クリッチも今日ファーストミット持ってきてくれたんで、はい、そこの紹介をしていこうかなというふうに思います。じゃあまず1個目。はい、1個目こちらです。 Z プロステータスのキャッチャーミットです。こちらは、一応ね前回の動画で撮ったあの水のプロを買った2日後に買ってるんですよ。すごいですね。いや臨時収入だわ。こうやって臨時収入とバジリスクで買ったグローブになります。で、まあ、どうして買ったかっていうと、ちょっと時の流れに身を任せ、ノリで買いました、はい、っていうのは、まあ、はめた時の感覚も、はい、まあ、もちろん水のプロ同様良かったので、買って、で自分でこれも水なりもみなり、して肩をつけたっていうようなキャッチャーミットになります。これはね試合ではあんまり使ってはないけれども、はい、持ってってるグローブっていう感じではあります。自分で肩つけた時に、まあ、これはね完全なひねりなんでこっち結構余るんですけど、親指でしっかりと取りいけるっていうような肩付けをして、でもまあここもねアーチ描いてる、はい、ように中心でも僕の好きなウェブ下でもどっちでも、取れるような、肩付けはしているような感じとなっています。じゃあちょっとこちらレビューの方、はい、でカラーがナイトブラック系、おうん、すごい、この色 Z って、うん、まあ、革質もともとしっかりしてると思うんですけど、よりキャッチャーミットにマッチしてるような革かなって思います、うん、軟式用のその内足用だと逆に硬すぎちゃうとかあるんですけど、はいはい、キャッチャーミットのこれぐらいだとちょうどいいかなって、まあ、そうですね。ちなみにこれね湯もみした後に渋入れてる2回、そうっていうようなキャッチャーミットにはなっています。革質は型的にはどう？型も先ほどおっしゃってた通り、結構ひねり系で、うん、親指で引っ掛けるで、結構このウェブ下、はい、を含めて結構面が広いので、多少その、まあ、ムーミングする球だったりとかも、はい、ポケットに入りやすいで、全部がなんかポケットでいい音が鳴りそうなグラブになってます。そう、 Z も水のプロはそんなにね張りってよりかは質だったんだけど、はい、Z は張りだよね。張りがすごいですね。バーンっていうその衝撃音って感じ、バシッと受けるような、うん、ようなミットです。一応ねまあいい値段はしたんだけどね、これもまあなんで、はい、どちらかというと僕よりな初代カムイに近いんじゃないっていう、はい、初代カムイっていうかあれカムイしかあれしかないけど、そうカムイミットに近いような感覚の、Z のミットかなっていうような感じなんですけど、ちょっと土手が硬いかなって。ああ、そうですね、土手は硬いですね。土手残ってる方が逆に速い球とか、うんうん、低めでウェブが持ってかれない感覚が残るかな。そうそうそう、まあ、多少硬さはねあった方がいいだろうですから、ね、でまあウェブも僕結構緩めが好きなんで、ウェブ引っ掛けて、乾燥させてちょっと伸ばしてみたいな、はい、感じで片付けをしてます。じゃあまず1個目ですね。はい、じゃあこれ2個目。これはねキャッチャーちょっとしたことあるんですよ。そうですね、はめたことあります。畠山の伏見選手モデル、これ年始に、前原スポーツさんの初イベントの時に購入した、はい、キャッチャーミットです。でこれはねスラッカーに近いと思う、片付けも縦長系、長系の横型、ポケットも真ん中より、そうですね真ん中より。スラッカーのミットと違う点は、はい、これはね結構親指芯分厚めなんですよ。あー、なるほど、しっかりしてる親指芯。でもこっちはね結構薄い、薄いですね、うん、かぶせた時に、なんでかぶせた時のハマり感はどっちも分厚いってわけじゃないから、まあ比較的操作はしやすいかなっていったような、感じのキャッチャーミットです。これは湯もみした畠山だけど、うん、やっぱ畠山硬かったから、はい、全然使えないです。そうで湯もみしてプロテウスで最後仕上げてって感じで、これはねラガゼも使ってます。今でもガンガンに1軍で、試合でも使ってるようなミットで、はい、やっぱ言っちゃ悪いけどコントロール悪いピッチャー、はい、とかは大きいミットの方が俺は安心するから、やっぱ逆球いった時に、はい、コートリック方がまあ比較的まだいいじゃないですか、はい、でもでかいミットで長いミットだと取りやすいなっていう、うん、感じがしたので、まあちょっと暴れるピッチャーの時は、はい、結構この
ミットを使っているような感じがします。あ、本当ですね。結構自分が持ってるスラッガーに近い横長、うん、でしかもとても柔らかめでなんか即戦力な感じで、うん、はい、相当叩きました。これかなり時間かかりますもんね。いやでも今年買ってるやつだからね。この土手とか、うん、補給面以外は柔らかいんですけど、補給面の硬さの腰は残ってるので、 そこがやっぱ畠山っていう感じがね、うん、すごいです。そう、感覚的にはだから革の感覚ね、革、はい、肩じゃないよ、はい、的にはやっぱ海選手モデルに近いのかなっていう。あ、そうですね。で今にしてもまあ畠山は正直推奨してないです今の、はい、でもまあそんなに失われないのかなっていう、メリハリはしっかりしてる。油分が全部持ってかれるとか、うん、そういうことでもなく、ある程度ウェット感のあるグラブになっているので、そうそうそう、まあ、湯もみ、その人の好みかもしれないですけど、うん、まあ、選択肢としてはなくはないかな。まあ、畠山でもいいんじゃないかな、はい、推奨はしてるかどうかはって言ったらしてないけど、メーカーは、はい、っていうような感じで、これが、今の試合でも使っているキャッチャーミットになります、はい、じゃあ次のミット、最後かな、ミット、俺のキャッチャーミットとしては最後、はい、こちらディオのキャッチャーミットとなります。これはね、ディオさんに型紙から、はい、お願いした、キャッチャーミットでディオレザーを、はい、使っているミットとなります。きめ細かいって言ったらいいかな、っていうような革質の、はめた時の感覚はあります。ただしっとりだけれども、まあ、さっぱりしっとり、ハンドクリームでさっぱりしっとりとかあるじゃん、はい、そんな感じでイメージ浅いミットで、ここはヒンジ2本だけなんですよ、土手ヒンジが。まあ、浅いミットだと土手ヒンジ2本のことが多くて、ウェブもプレート付きの2本、はい、プレートの方が多いんですけど、これはね普通のキャッチャーミットのウェブ使ってます。正助の上の選手なんかもどちらかというとこういう、あ、じゃあ、あれは逆だ、土手さんのウェブ2だった気がするんだけど、これもまあでもどちらかというとスラッガーのやつを浅くしたようなイメージなのかな。結構小ぶりで、うん、でマッチも薄い、うん、で浅さも多少あるんですけど、先ほどの海選手モデルと比べて、うん、しかもポケット深さがあるっていうので誰でも使いやすそうななんだけど、まあ浅い人が好きな人でも海選手モデルだと浅すぎるって人にはちょうどいいぐらいなのかなって、まあ、オーソドックスよりかは浅いです、もちろん浅いのにちょっと挑戦してみたいなっていう人とか、そうそうそう、でいきなり海選手モデルで、あ、全然合わないとか、うん、そういうのが怖いので、そういう時はもうこちらのディオさんのグラブとか、はい、で一度浅いの経験してみるといいかなって思います。はい、ということで最後ね、言ってましたクリッチ今日ね、ありがとうね、ありがとうございます。でキャッチャーミット、今ミット系全部僕のとか、あ、まあ、前回だったら奥部くんの、はい、キャッチャーミット紹介したんですけど、まあ、クリッチ左利きなんでミットっていうことで、ファーストミット持ってきてくれました、はい、ちょっと前出していいですか、はいはい、 SSK ですね。 SSK です。なるほど、プロエッジ、これはどういうミットですか。これは、型番でのモデルで言うと、調べたら、西武ライオンズの中村剛也選手のモデル調べたら10年ぶりにね、そう、調べたら、そうっす、へぇー、調べたら出て、もうサードモデルしか出てないと思ってた、うん、そうそう、中古で買ったんで、なんかペイペイフリマで、はいはいはい、だからこれが何年に新品で出たかはちょっとまだ調べられてないんですけど、確かにね、中村選手って言えばちょっと膝悪い時期にファースト守ったりもしてたので、はい、その時のモデルってことで、まあ、だから12年13年とか、そうですね、14年とかその辺かな、はい、こだわりとかってあります？前回使ってたのがちょっと大きいミットだったんですけど、うん、ちょっと合わなくて、はい、でちょっとペイペイフリマ見てた時に小ぶりのファーストミットですって書いてあったんで、うんうん、ちょっと小ぶりに挑戦してみようかなと思って買ってみたら、もうすごい合うっていうか、もうハンドリングでボールを取れるんで、自分にはすごい合うミットだなっていうのはすごい感じてます。なるほどね、まあ小さいことによって逆に安心感出てくるっていう。そうです。なるほど、ちょっと大久保はめてみて。はい、肩とかはいいよ、質でいいよ、左だからさすがに肩は分かんないだろうが、あ、でも結構親指が残ってるので、うん、その低めの時取ったら親指が負けて相場取りこぼしたりとかってあると思うんですよ。それがこれないかなって思います。なるほどな。あと小ぶりなので逆シングルでとか、あとシングルで前取り行くっていう時はこれ結構握り替えもしやすいグラブになってるかなって思います。じゃあ親指残ってるってことはひねり系なのかな。はい、なるほどね、いいミットを中古で買えたね。いや、よかったっす。さて、じゃあクリッチもこれで全部紹介できたかな多分使ってるやつは今使ってるやつは、はい、ということで、本日は、まあ、僕のいつも野球に持ってっているキャッチャーミット3つと、はい、クリッチのファーストミット、まあ、ミット紹介ですね、
させていただきました。まあ普段もうこれで前回の撮影から続いた、はい、大久保スラッガー以外を触るという、はい、というのも簡潔になるかなというふうに思うんですけれども、まあいろんなね、あの、はい、普段スラッガーしか触らない男がいろんなミットを使って今後もしかしたら他のグローブ買ってくんじゃないかなっていうふうなのもありますし、あの左のミットということでクリッチのミットもね、左回の方ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。